はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第10章やっていきたいと思います。今のところは比較的白夜の人たちが仲間になってますね。まあ白夜が仲間になって暗夜が仲間になるのかちょっとわかんないですけど、10章、神の声。風の部族の長フーガに認められ協力の約束も取り付けた。ミカミックスたちは神さえも滅ぼせる力を持つという炎の紋章の伝承を教わるべく出雲の都を目指した。そうか、ヤトの神がまだ全然進化してないからな。ヤトの神が進化すると、まあ、今回剣使いで行ってるんで結構また主人公も強くなりそうですね。ここが出雲公国の王宮ですか。なんだか神々しい雰囲気ですね。出雲公国は古くから神々の国として知られているわ。他の国々が対立をしている時も常に中立を守り続けているの。とにかく無事に到着してよかったわ。早速皇后様を訪ねましょう。誰だっけ、変身してるやつの名前忘れちゃった。あれ、もういきなりこんなマップになってる。以後お見知りおきを。相当長旅だったんでしょ。ささゆっくりしていっちゃいなよ。なんならずっといてくれてもいいんだけどなんてね。ありがとうございます。いや、それにしてもよく来てくれちゃったね。お客さんなんて久しぶりだから僕嬉しくなっちゃうな。なんだこの軽いノリは。外の世界の王は皆このような感じなのか。いや違います、ちょっとこの人は特別だと思います。実はイザナ公にお聞きしたいことがあるんです。何？何でも聞いてよ。ちなみに僕の好きな言葉は愛ね、愛。イザナ公王は炎の紋章について何かご存知ですか。炎の紋章、何それ、全然知らないな。まあ多分偽物だからね、知らないっしょ。そうですか、せっかく手がかりがつかめたと思ったのですが。まあまあ、そんなに肩を落とさないで、あっちに主演の用意してるしさ、とりあえず食べて飲んで盛り上がっちゃえばいいさ。待って、本当に何も知らないの。とても重要なことなの。知らないものは知らないってば。お、はあ、確かにお前は知らぬようだな、偽物のイザナコウよ。え、偽物？甘く見てもらっては困る。この汚らわしき幻術、見覚えがあるぞ。さあ正体を見せろ。私の術を見破るとは、ギュンターメ。あ、ゾーラだ。そうゾーラ、お久しぶりでございますね。やはり貴様ゾーラか。何者なの。はい、こやつは幻影を見せるのが得意な暗夜王国の魔導士です。本物のイザナ公はどうしたんです。イザナ公は牢屋に入っちゃってます。さあ皆さん、こいつらを始末しちゃいなさい。ガロン王様から賜った氷の魔法具で驚かせて差し上げますよ。ほほほほほ、なんだそれは。おお、マヒャド、げ、すげえ、マジですげえ。来ますよ皆さん。氷の中を入っていくのかこれ。とりあえずまずはドーピングっすね。よし、オッケー。じゃあこれで戦闘開始と行く前にギュンターと自分はもう先に防刃を組ましちゃいましょう。もちろん前線に立つのか。防刃 OK、 これでも行こう。ギュンターはね、好感度が上がんないんですよね。誰とも街が一面の氷に。これが魔法具の効果みたいね。邪魔な氷は砕いて進むしかなさそうだわ。敵が隠れているかもしれないから気をつけて。え、一個一個砕いていくの、めんどくさいことになってんな。壊す。ほら、いたー。攻撃。ちょっと待って、攻撃開始。さあ行きましょう。くて、オーラオーラ超強い。そう、主人公ね、もうすでにちょっとレベル上げしてたら上級職の域に達しちゃったんすよ。壊す。オーラ。
敵はいない。壊さない限りこれ敵は出てこないのかな。とりあえずは突き進むか。主人公を前線に出しながら、いたー、モズメの援護攻撃で。ぶっ倒す。よしよし。鉄の斧いらねえ。こっちの塔とかって壊すとどうなんだ。お、村が出てきた。村って入れんのかな。これも壊しとくか。村どころか敵が出てきたよ。狙われるか。ソシアルナイト強そうですね。撃てー。半分くらい減んな。こいつは11レベル。椿とかどうだ。いけんな、倒せる。私がついてるよ。ほら、よし、強いんだね。あんまり、お、リュライブだ。経験値は入らないな。これもめんどくさい。本当にめんどくさいな。こいつを前線に出すとちょっと危険だから。ああ、完全にあれだな。壊さないと出てこないタイプだな。だったら、あんまり、あれ？いけない。あんまり使わないやつだよ。主人公を突出させる。いたー、2体出てきたー。ってか3体出てきてるか。馬兵を倒すか。援護します。ほーら、ヒヒーンって感じだ。おお、傷薬いっぱい持ってんなこいつら。身のほど知らずだ。サポートいたします。無駄。よし、1 例によって1。超能薬持ってる。こいつら回復薬いっぱい持ってんな。無駄だ。うまくいきました。よし、このままガンガン攻める。じゃあ上から行こう。もう最短ルートで行こう。最短ルートで。いけない。モズメで壊せるか。ほら、もう少し減ってるか。経験値稼ぎには役立つかな、これ。さてさて、何が出てくるか。何も出てこない。まず歩兵で氷を壊してって、で椿で壊して、モズメで壊して、主人公を先頭に置けば何が出てきても怖くない。これでいいのかな。全然最短ルートで突き進んでるけど、なんか宝箱とかあったりするのかな。おお、いっぱい出てきた。そうだな、マジシャン系ちょっと厳しいからな。ミョルニル持ってる。ヨルニルのチャンス早々に倒しておこう。攻撃力が高いから。これはちょっといいや。壊す。まだこっちも壊せるか。敵が出てきたりして。出てこない。危ねえ危ねえ。椿狙いか。守ってみせるで。壊せるか。55%。いってー。どこ見た。なんだ、8か。やっぱり結構食らうよな。見て、早急に魔導士は始末しておく必要がある。腕当たるな。おいっと、勝てましたか。
お、夏祭り。こいつ誰で倒そうかな。やっぱ椿とかで倒した方がいいかな。いや、風花がちょっとレベル低いな。せーわ。当たり前だよ。お、金。金は重要だ。あ、そうだ、自分そういや回復魔法も使えるんだ。持たせてなかったと思ったらキノコの杖持たせてた謎のキノコの杖来ないよねこれ。よし、ここを一旦押して、こいつが来るかどうかだよな。大丈夫だ。よし、魔導士系はちょっと厳しいから、お供いたしましょう。ほい、勝負ありました。こいつはどうしようかな。モズメで減らして、来たわね。ほい、で、こいつを前線に出そう。あたいも頑張るしな。手やりを持ってるやつが2人いる。で、さくらはやっぱりちょっとでも経験値を稼いでおきたい。もったいないけど、春祭りその回やってレベルアップ。もう17だ。お、すっげえ上がった。覚悟はできています。まあ3段は効かないな。敵ですよ。無駄くそ。モズメでぶっ倒して、お、ちょうど倒せる。ペアズに、今回サクサクいったな。本当にこれでいいのかっていうのはあるけど。リザイアか。ひょうほほほ、私にカラウトでも思ってるんですか。大丈夫です、勝てるに決まってんだろう。わ、6スティックられた。少しはできるようですね。少しじゃないよ今の段階で超強いよこれ。これちょっと預けとこう。え、あ、そうか、制圧か。なんか毎回ビビるななんで終わらないんだって。お、城内へ。もう逃げられませんよゾーラさん。さあ、イザナコの居場所を教えてもらいましょうか。これで勝ったと思ってるんですか。所詮はお嬢ちゃん育ちのアマちゃんですね。好きやりー。なにー、あれ、さくらが。ほい、こんな人質が手に入っちゃいました。姉様、さくらさん。く、ゾーラさん、汚いですよ。なんとでも言えばいいですよ。どうせ最後に勝ったものこそが正義。さあ、直ちに武装解除をしなさい。でないとこのお嬢さんが。おお、これはレオン様のご登場か。まさか。この魔法は。卑劣な愚か者め。お前など塵になって当然だ。我がアンヤ王国の恥さらしめ。馬で城内に入ってくるとは。やっぱりレオンさん、さくらさんを助けてくださったんですね。ありがとうございます。レオンさん、あなたも私たちと来てくれませんか。アンヤ王国を敵に回すことはさせません。私たちはこの世界の真実を知っているんです。はあ、真実だって。はい、ガロン王は何者かに操られているんです。父上が。いいですか。彼が白夜に戦争を仕掛けたのは彼の本意じゃありません。裏で手を回している真の敵の仕業なんです。私たちが戦うべきなのはそいつなんです。なるほどね。じゃあそいつは何者なんだ。本当に真実を知ってるのなら話してみなよ。すみません。それは、はあ、ほら言えないだろう。少しでも聞いてみようと思った僕がバカだった。時間の無駄だったね。レオンさん、待ってください。今は言えませんが、でも。裏切り者。言い訳なんか聞きたくないよ。ねえ、何か勘違いしているようだけど、僕はもうお前を姉とは思ってないよ。僕はゾーラを始末しに来ただけ。お前との決着はまたの機会だ。正々堂々と戦い、必ずこの手で報いを受けさせてやる。こいつの馬の名前が知りたい。
般若の面とか今後ろの方に置いてあったな。ミカミックス、いえ、私に向けて撃ったのではありません。レオンさんが攻撃したのは広間の扉。さっさと行きなよ。この先に本物のイザナコウがいる。それから白夜の間抜けな王子様もね。え、それはもしかして、ま、待ってください、レオンさん。レオンさん、姉様、広間の中に縛られた人がいっぱいいます。なんですって？いっぱいいるんだ。まあ、側近的な人たちも捕まっちゃってたのかな。来た来た、やっと助けが来てくれちゃった。ありがとう、ほんと命拾いしたよ。もうお腹ペコペコでさ、グーグーなりっぱなしなんだよね。あなたが本物のイザナコ王？はい。そうだよ、どこからどう見ても神々しい皇后様でしょ。なんたって僕神々の末裔だからね。に偽物より軽い。あ、さくら王女だ。君の兄上、僕と一緒に捕まっちゃってたよ。多分その辺にいると思うけど。え、なんで捕まったんだこいつ。たくみ兄様、ご無事でよかったです。さくら、それにミカミックスとアクアまで、これは一体どういうことだ。あの、私ミカミックス姉様たちと一緒に戦うって決めたんです。何？さくら、お前まで白夜王国を裏切るつもりなのか。いいえ、違います。私もミカミックス姉様もみんな、ここにいる皆さんもみんな、白夜王国と戦うつもりなんかありません。ミカミックス姉様には何か事情があるみたいなんです。たくみ兄様お願いです、どうか信じてあげてください。たくみさん、あんたみたいな裏切り者を信じろだなんてごめんだね。僕はさくらと違ってあんたに味方するつもりはない。そうですか。ダメダメ、たくみ王子、それはダメだよ。君はミカミックスと共に戦わなきゃダメってこと。今神様がそう予言してきたの。予言だって？予言ってこんな軽い感じで来るものなのか。ん？だって来ちゃったんだからしょうがないじゃん。君は神様のお告げを無視するの？神様ってそんな偉いの？そんなこと言われても、どの国にも味方しない者と一緒に戦うことなんてできません。もちろん助けてくれたことは感謝するさ。でもやっぱり僕はミカミックスを信用できないんです。仕方ない王子様だな。そんじゃ疑い深い匠王子のためにもう一丁予言始めるよ。どうやって始めるんだ？お、始まった。これはマジで神々しい。見えているものが全てとは限らない。真実は深く透明な場所にある。水面に映る全てを知る者こそが真の敵。予言は以上だよ。神様は匠王子に伝えたがってる。敵はミカミックス王女じゃない、真の敵は他にいるんだって。真の敵、それがさくらの言う事情なのか。ミカミックスたちは何か知っているのか。はい、今は全てを言えませんが、イザナコウの言っていることは本当です。真の敵は別にいるんです。私たちはそいつを倒す手がかりを探しにこの出雲公国まで来たんです。あ、その手がかりの話もしなきゃね。せっかく来てくれて申し訳ないけど、炎の紋章については僕も何も知らないんだよ。あ、炎の紋章、私たちがここへ来た目的もご存知だったのですか。いやー、余地でなんとなくね。なんだかんだでイザナすげえな。でね、僕の一族には古くから伝わる言い伝えがあるんだ。明るき道、なんとかき道、どちらも歩めぬ迷い人が訪れた時、我が一族がもう一つの道を示すってね。まあ虹の賢者に会いに行けばいいんじゃないの。とりあえず、どういうこと？その迷い人ってもしかしてミカミックスのことなの？うーん、多分そうだと思う。だから僕が道を示さないと。それじゃあ儀式を行って古の神に聞いてくるよ。え、今からですか？うん、善は急げって言うからね。ちゃちゃっと儀式をしてくるよ。古の神、美人だといいけどな。ごっついの出てきたらどうしよう。言ってしまったわね、イザナコ。何か手がかりが見つければいいのだけど。はい、きっと大丈夫ですよ。イザナコを信じて待ちましょう。今のところイザナコすげえな、力を発揮している。おまた。あ、イザナコどうしたんですか、そんなに焦燥してしまって。ねえ、古の神から神託をもらったよ。僕にもよくわからないんだけどね。とりあえず竜に会えってさ。え、竜？ま、その意味はそのうちわかるっしょ。なんせ命をかけた神託なんだからさ。おお、イザナコ
お前はお告げを聞くために命を懸けたって、まさか。そう、儀式を行うには僕の命が必要だったの。神託への対価としてね。戦争を止めるためにこの身を捧げる。僕って伝説になるかもね。あ、匠王子さ、さっきもお願いしたけど、ニガミックスに力を貸してあげてね。そんな、僕は。まだ渋ってるの？協力しないと化けて出るよ。恨めしやーってね。いざなこ。じゃあそういうことで、バイバーイ。マジか、いざなこ、お前。俺に道を示すためにその命を。どうしてですか、イザナコ。どうして命を失うことを何も言わずに。イザナさん、イザナさん。民の笑顔を望み生きとは、イザナコは真の王でしたな。すみません、私のせいです。私がこの道を選ばなければイザナコが死ぬことはありませんでした。誰もが幸せになれる道を私は求めたはずなのに、こんなことになるなんて。ああ、それならその夢を見続けるんだ。イザナコの死を無駄にしないためにも。匠さん、いいか、僕も一緒にその夢を見てやる。僕もこれから一緒に戦うよ。それがイザナコの遺言だからな。これからよろしく、ミカミックス姉さん。あ、匠さん、ありがとうございます。匠様が行くってなら俺たちも一緒に行かないとな。そうね、私はあの方と離れるぐらいなら死んだ方がマシだもの。え、お前、死人を目にしてそんなこと言えんのか。あなたたちは。おうよ、俺の名はひなた、匠様付きの家臣だ。刀の扱いなら任せとけ。連れてって損はさせねえよ。はい、私はおぼろ、ひなたと同じく匠様付きの家臣です。暗夜王国の人間はとても苦手なんですが、仲間になるのなら協力できるよう努力します。匠様のためにね。はい、こっから先は多分アンヤの人たちがいっぱい仲間になってくるぞ。大丈夫か。これからよろしくお願いします。これで心強い3人が、3人かじゃない、仲間が3人も増えました。ありがとうございます、イザナコ。これも全てあなたのおかげです。あなたのことは忘れません、きっといつまでも。そうか、イザナコは仲間になんないのか。そうすると、というところで、第10章終了して、まあ、また仲間がどんどん増えてきますね、これは。また次回やっていきたいと思います。